テイルズ・オブ・レジェンディア実況プレイのパート71やっていきたいと思います。子供を置いてこのね巨大風穴で真珠を剥がろうとしている両親を探して巨大風穴にやってまいりました。アイテムとかが結構復活しているようなんですけど、拾えねえな。まあまあガンガンね進んでいきます。雑魚じゃなさそうだな。これでしのげ。シールド。爆流拳。爆流拳。何をするつもりだ。進行の日爆流拳。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 インディグネーション。爆流拳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 。先に手を出したのはそっちだからな。いい感じにタイミング合えば、サインが爆流拳だと通称攻撃なぜかたまに繋がるんだよな。ここにもいないか。かなり奥まで行ったみたいだな。少しだけ休憩しよう。先を急いだ方が。俺もウィルに賛成だ。先の様子を見てくる。みんなはここにいてくれ。ワイモツキョーチェル、ギド。ウィルちゃんも一緒に休憩すればいいのにね。ハッチが心配なら赤ん坊の世話なんてさせなきゃいいのに。レイナードにも考えがあるんだろう。ちょっと暴れないでよ。ハッティ？だから暴れないで。いったって、髪を引っ張らないでよ。みんな助けて。笑ってないで助けてってば。あ、これダメ。花飾りには触っちゃダメ。ダメって言ってるでしょ。うにゃー。やだ、泣かないでよ。何の騒ぎだ。しょうがないやつだな。何よ。ほら、よしよし。貸してみろ。怖くないからな。そんな怖いお姉ちゃんはいないぞ。誰が怖いお姉ちゃんよ。そこ笑わないの。大きな声を出すな。ほら、もう大丈夫だ。さすがだな、ウィルッチ。パパになれるね。すでに父親だと思いますけど。どうして泣き止むのよ。慣れてる感じだし。お前も9年前はこんな風に小さかったんだぞ。そんなの覚えてるわけない。もっともお前はこの子みたいに
おとなしくなかったけどな。俺を蹴り飛ばすわ、踏みつけるわ、大変だったんだ。恩を着せられたって感謝なんかしてやんない。恩など着せるものか。え？それが親の役目というものだ。な、何よそれ。赤ん坊は感情に敏感だ。お前が苛立てばこの子の機嫌も悪くなる。わかったか？あ、わかったわよ。少しは力を抜け。赤ん坊まで緊張する。これでいいんでしょ？まあ、なんとか合格だな。偉そうに。ほほえま。ウィルさんとハティ、なんだかいい雰囲気だね。これをきっかけに少しは仲良くなるといいんだが。そううまくいくかね。含みのある言い方だな。いやね、このまま終わったら面白くないなって。面白い面白くないの問題じゃないと思いますけど。わいはおもろい方を歓迎するがの。楽しいのが一番よね。そろそろ出発するとしよう。待って、いつの時探索だ。上にあったオレンジボール、オレンジグミ、ボタちゃん、オレンジグミか。一個食って拾ってくればよかったな。めんどくさいからいいや。さて、気を引き締めろよ。爆裂サイガー爆裂サイガー爆裂サイガー爆裂アイシクルボルト。何をしてくれるサイガー爆裂剣。爆裂剣サイガー爆裂剣。惚れる魂を爆裂剣。やっぱね、ギガント系は連携しやすいのよ。私たちはしやすいってか、何、ハメ殺ししやすいっていうか。腕力だけはすごいな。まるでしのげ。爆裂剣サイガー爆裂。シールド。爆裂剣サイガー爆裂剣。何か狙ってるの？サイガー爆裂剣。フレームカット。爆裂剣サイガー爆裂剣。何をするつもりだ？サイガー爆裂剣。爆裂剣。鍛錬に流した汗の分だけ血を流さずに済む。サイガー爆裂剣が強すぎる。なんか新しいのいけるかな。グランゲート、グランゲート、あ、そう、ここオートマタ系がいるな。これで、爆竜剣にして、無用すんのどうしようかな。方向なんでもいいか。悲しいや。
あの石はさすがに謎を使うわけにいかないもんな。手ごわそうだな。え、ファイヤーボール。フレームカット。バクリューケイン。サイガー、何か狙ってるのか。サイガー、バクリューケイン。サイガー、バクリューケイン。シールド。バクリューケイン。サイガー、バクリューケイン。ダイヤモン。バクリューケイン。サイガー、バクリューケイン。サイガー、バクリューケイン。いいね。フレームカット。バクリューケイン。サイガー、バクリューケイン。ふえ。消耗品ばっかだな。腕力です。何か狙ってるの。風車にある慈悲は爆流剣。ファイヤーボール。なんもねえか。あからさますぎて逆に本当に何もないんだろうなっていう。気を引き締めろよ。これでしょ。こいつはねー、シールドみたいな。何か狙ってるの。何か狙ってるの。最高のやり受け貫け。バクリューケン。アイシクルボルト。バクリューケン。バクリューケン。悪いな、手加減を忘れてた。スカルプチャなしか。強化系のボトル本当全然使わないんですよね。めちゃめちゃ溜まってくけどなぜかカウントしないっていう。手ごわそうだ。これでしょ。何をするつもりだ。いい勝負。爆撃者。ファイヤーボール。これでしょ。砕け散れ。ファーストインスタ。爆流剣。爆撃者。ファイヤーボール。爆流剣。サイガー爆流剣。バクリューケン。サイガーバクリューケン。スカルプ、スカルプ島出ました。クロエはどんな感じの進捗でしょうか。OKOKOK。そろそろ終点じゃないっけかな。助けてくれ。あれ、心中しようとしたわけではないのか。助けてくれ。助けたのは。みんな急げ。しょうがねえな。こんな雑魚じゃなさそうだな。これでしのげ。くれ。ファーストイン。バクリューケン。サイガーバクリューケン。バクリューケン。全部だ。何か狙ってるのか。バクリューケン。これでしのげ。
げてたね。爆撃者をこれでしのげ。キリッと爆撃者を爆撃者をファイヤーボール、やるぞ。キリサダメフリーズランサー爆撃者、当てにくいな。爆撃者をこれでしのげ。爆撃者をサイガーバルササイガー爆撃拳、これでしのげ。シールド爆流拳、キリサダメ、これでしのげ。爆流拳シールド支援助かる。爆撃者をキリサダメ、これでしのげ。キュア、ありがとう、援護します。これでしのげ。サイガー爆流拳、キリサダメ。キュア、爆流拳、ありがとう。シャリー、来い。キュア、何か見渡せ。フルできるね。攻撃捉えられない。キリサダメ、フレイムカット、爆撃者を爆撃者を爆撃者を、キリサダメ、爆流拳、爆撃者を、これでしのげ。何をする、もう一つ爆撃者を、やるぞ。これさ、ドン、キリサダメ、ファイヤーボール、キリサダメ。ユサには無慈悲なる白銀の一部、惚れる魂を来光の闇に手伝うけ。アイシクルボルト、何か狙ってるのか。キリサダメ、爆撃者を爆撃者を、フレイムカット、やるぞ。ファイヤーボール、フリーズランサー、爆撃者を爆撃者を抑えるか。爆撃者を爆撃者を、やるぞ。勇者には無慈悲なる白銀の棺を、凍れる魂を雷光の闇にて貫け。アイシクルボルト、何か狙ってるのか。少し力を抑えるか。爆撃者を爆撃者を、爆流剣やるぞ。ドン、オッケー。新しい特急ベタ、なんとか間に合ったか。ありがとうございました。おかげで助かりました。ありゃ、助けてほしかったの？自殺を望んでいたはずでは。私たちは生きていることの意味を少しは理解できたか、レイナードさん。何があったのかは知らない。話す気がないならそれでもいい。それはだが、この子の将来を考えてみろ。ここでお前たちが死んだら、この子はどうなると思う？レイナードさんなら俺たちよりもその子を幸せにしてくれる、そう思ったんだ。ふざけるな。ちょっとウィルチ、やりすぎだってば。家族が一緒にいることが幸せじゃないというのか。この子が一人残って幸せになれると思っているのか。だけど親は子に対する責任があるんだ。そこには逃げ場など存在しない。この子を授かった時にそれだけの覚悟があったはずだ。覚悟してたよ。何があってもこの子だけは絶対に守ってみせるって。その気持ちを思い出せたなら何をすべきか分かるだろう。だけど今さらこの子も許してなってくれない。俺には腹を空かしているのかも、おしめを交換してほしいのかも、怖くて泣いているのかもわからない。
だが想像することはできる。お前たちを呼んで泣いているのだ。私たちはなんてことを。家族が共に暮らしていければそれだけで幸せだ。それ以上のものを期待するのは過ぎた贅沢というものだ。誰が自分を好きでいてくれるか小さな体で感じているんだ。なんだ、睨みつけて文句でもあるのか。別に睨んでないわよ。ただなんかちょっとだけ。ちょっとだけなんだ。見直したっていうか。よく聞こえないぞ。かっこよかったもんな。なんでもないわよ。ま、これで一件落着じゃの。おかしいな、今一つ面白みに欠ける気が。いらんいらん。いいんじゃないかしら。みんな幸せなのが一番よね。後ろの魔物の生態にご出身かな。ですよね。グリューネさん、さっきと言ってることが違いません？あら、そうかしら。おお、この毛並み、色つや、実に素晴らしい。出た出た。できれば生け捕りにしたかったが、体の損傷も少ないし、よしとしよう。なんと舌は丸めてしまうのか。レイナード、ずいぶん嬉しそうだな。ストレスが溜まっていたのかもしれない。最近町の外に出ていなかったしな。久しぶりに学者バカの血がうずいちゃったんだね。まさかこのような形でこの魔物に巡り会えるとは。確か雷のモニュメントに亜種が存在しているはずだったな。よし、今からみんなで行くぞ。うわ、ミルッチはしゃぎすぎ。俺は行かないぞ。この人たちを町まで送っていく。この人たち、誰のことだ。おい、ウィーの字もなかなか愉快じゃの。ちっとも愉快じゃないですよ。なんかバカらしくなっちゃった。よし、そろそろ町に戻ろう。そうだね。けい、この辺なんかねえのか。おい、雑魚じゃなさそうだな。天候の道すぐパクリュークレイン、パクリュークレイン、キリサザメ、インディグネーション、パクリュークレイン、パクリュークレイン、ヘイ。まあまあの結果だな。そいつはど、メカ手強そうだな。駒かける閃光の道しるべよ。何が方向によってのバクリュー、サイガーバクリュー剣、インディグネーション、サイガーバクリュー剣、何か狙ってるのか。キュアバクリュー剣。
ヘイ。俺たちの勝ちだな。アイフリードの旗。プロのオレス。これは使えそうだ。使えそうだか。待て、これもしかして自力で出ないといけない？え？やってみるもんだな。雑魚じゃなさそうだな。爆竜剣！爆竜剣！最高の槍にて貫け！爆竜剣！アイシクルボルト！爆撃者を！爆撃者を！あ、いや。ただただ、図鑑埋まるかなんかで、旨味はないのね。脱出がめんどくせえなぁ。回復する前にパン食ったことになった。どうやら自力で出ないといけないらしいな。ってなってくると、さすがにこういうのを使っちゃうわけですね。これでも完全に抑えれるわけじゃないからね。多少出にくくなるよというだけなので。しかも多分すぐ効果切れると思うし。気を引き締めろよ。何する？ファイアボール！フリーズローソン！サイガー爆竜剣！インディグネーション。次も頑張りましょう。ゲイキリサダメ覚えたな。じゃあ並び替え。モードスなんかあったっけかな。あるね、進展。天候乱人者マスターズに OK。 ところでウィルでね、ジェイは何声だな。浮雲か、浮雲っぽいな。ジグだっけ、あれどっち行くんだっけ。ほど、あ、いい気がする。オレス使って早速なんか作れないかな。強そうです。あ、待って、爆竜剣、爆撃者を、爆撃者を、砕け散る、インディグネーション、ファイアボール、爆竜剣、サイガー爆竜剣、これでしのげ、爆竜剣、サイガーシールド、ファイアボール、爆竜剣、サイガー爆竜剣、アマかける先行の爆竜剣、サイガー爆竜剣、爆竜剣。お兄ちゃん大丈夫？
してここで一旦一区切りにしますか。ちょっとまた次回頑張って、町に帰って、次はまた結局本当にあの雷のモニュメント行くことになるのかな。まあまあまあ一応ね、次向かうところは一応ウィルの口から指示されたんでね、それに従ってまた次回もこう通していきたいと思います。ではテイルズ・オブ・レジェンディア実況プレイのパート71、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。